うら、このテイストしか食べられへんの。やばないこれ。ちょっと。あれ、こんなにバター使わんか。うんま。一人は友達にホタテ漁をやってる人がおるよな、短いな。ホタテ漁やってますね。どこに帰るんやろ。絶対あの港やん。じゃあ待ち伏せする。港丘なあ、港丘なあ、ほんまにありかもしれない。うわすげえホタテやん。こんなにいっぱい見たの初めて。かっこいい。それどうやって撮るんですか。あざと。到着です。嬉しいです。書いてる。新鮮殻付きホタテ販売中。さっき今寮から帰ってきたからって連絡あった。そう、新鮮。はい、それは今日一生懸命剥いたりしなあかんねんけど、そんなん全然するわ。うんうん、する。頑張る。ほらね、すごいすごい。これ絶対送ろうよ。これさ、家に届いてる。これ嬉しい。あ、一応ついてはいるんだけど、それ見てわかるかどうかだよね。あ、でも、あ、書いてくれてる。あ、でもざっくりやね。さっきお母さん言ってたのよりもキュンってなってる。なるほど。あの、多分まだ生きてるけど、こうやってね、はい、階段の方を下にして、小柱ってここについてるから、はい、こここうやってね、はい、こう開いた時に、はい、こうやって、めっちゃ大きい。あ、おー開いた。こうやって取るでしょ。はい、はい、そしたら、あ、そんなに砂ないわ、綺麗だ。でっかい。そしたらこうやってここにほら砂、はい、ちょっとあるでしょ、はい、うまく取れるかな、言った割に。取れるでしょ。そんなに簡単なんでしょ。一瞬。そしたら別にね、はい、ここそんなに砂なければちょっとこれついちゃったね。そこは食べれない。いや食べれる、ね、これ取っちゃえばこれでもう食べれるお刺身。本当、うん、食べてもいいですか。塩味そのつあの塩味ついててお醤油もいらないと思う。半分する。半分して。いや私も抜くから、たっくんも一個食べよう。うん、ここもね、こうやって砂ついてないから、ここも食べれる。めっちゃ美味しい。歯ごたえ全然違うでしょ。すごい、うん、すごい。今日の貝綺麗だわ。本当ですか。うん、ほら、え、今これどうなったの。え、ここもうお母さんがツルツルって虫いったの、ここもね、普通あのよ砂で汚れてたら、はい、塩でザザッと洗えば、はい、あのお刺身食べれるとこだけど、今日綺麗かも。砂ないかも。これもこんな、うん、ちょっとあの歯丈夫だったら食べれるかも。これも多分ね、歯ごたえあって美味しいと思うよ。やりましょう、言ってくれた、うん、今日綺麗だわ、貝、うん、砂がないわ、そんなに。私も食べよう。うん、全然綺麗です。あの塩味でちょうどいいでしょ。しょっぱい。醤油入れないと思うよ。めっちゃ、ね、で、あの今日食べる分終わったらこうやっておけば、はいはい、氷溶けないうちは大丈夫、はい、うん、で溶けそうだったら、足りなくなりそうだったら、もっと、うん、あの氷足せばね。わかりました。うん、あ、私も練習した方がいいか。見てごらん、これ、うんうん、これ、これ、ここに。ちなみにこれ何ゴミですか。
これね、何ゴミ？全然わからんの。燃えないゴミって生ゴミ。燃えないゴミなんだ。そうそう。なるほど。こっちにほら小柱あるでしょ。ここね。下に入れていいんですか。下に。ここの。ここの。そこでグググってもギュッギュッギュッってこう。結構力いりますね。力いる？え、いらないの？あ、わかったわかった。わかった。はい、わかった。そう、そうして。そしたら簡単に開く。そう、そしてカパンとこうね。これ簡単にいけるんですか？うん。どうでも。うん、そう。あ、ちょっとこれいいかな。これ砂がある。うん、そしたらここちょっとこれ、これで起こして。うん。そしてここの指、これもうやめて。うん、この指で。指で。指でね。ここ掴む。ここ黒いところを掴む。黒いところを掴んで。うん、掴んで引っ張る手前に。くるっと。本当？うん。うん。だけど、火を引っ張っちゃえば。ほら。すごーい。うん。これ楽しいタック。もったいない、これ食べたく。うん。ちょっとこれ次っていいんですか、こうやって。うん。もったいないからね。うん、もったいない。でもこれちょっと砂あるから、うん、こういう場合はあの水道水で、はい。うん、洗う。ほんでこれは、うん、それね。ちぎっていいんですか。うん、ちぎって。こうやって。うん、グって引っ張れば。え、めっちゃ簡単。そう。これ絶対家族に怒ります。そうやって引っ張って、はい、でもう一本ついてるから、ついてる、うん、それも引っ張って、え、すごいなんか指でスルスルできるのすごい。そうそうそう。この前のやつ何やったっていうな。めっちゃ難しかったのに、うん、包丁とか使わんでよかったんや。うまい。これはもうゴミなんですね。そうゴミ。これね、うん、春だとこのここ大きいの。でこれも食べれる。へもうねここ取れちゃってる時期だから、うんうんうん、あんまり食べても美味しくない。そうなんだ。だからこのここもねお刺身食べれるみたいで、あの白いのとオレンジがあって、オレンジはねなんかウニに近い味。へえ。赤いんですよね。あのうん、そうそう。それこれ食べれる時期は4月とか5月。これお刺身で食べれる。そう、ここあの新鮮だからね。だけどその代わりあの、はい、柱が小さい。ああ、なるほど。とね、魚も一緒なんだけど、そう、それで6月過ぎたらここが取れてきて、はい、柱が大きく。嬉しい、お母さんありがとうございます。はい、え、これ食べてもったいないやん。あ、でもあれ食べて洗った方がいいからね。これ洗った方がいいですか。うん、ちょっとこっちで。うん、やっぱりすぎる、ね。どうしよう。さあ。お母さんに教えてもらったし、バッチリや。楽しかった。楽しかったな。久しぶりに、久しぶりにというか初めて北海道の人とちょっとこう絡みを持てたね。嬉しい、楽しかった。明日も買いに来るかもしれないな。ということで、まあ剥き方を教えてもらったから、あとはよろしく。頑張る頑張る。あ、来た来た来た。めっちゃ面白い。え、どうやって今さ、お母さんに教えてもらった作業をさ、人が、すごーい。めっちゃ見たい。え、来た来た来た、めっちゃおもろい。すごーい。え、これを、わかった、これなんかするんちゃう、後で加工すると思う。すごい。あ、これ蒸した後や。めっちゃいい匂いする。やば、蒸してるんや。あ、そうや、ね、うん、めちゃくちゃいい匂いするもん、その中。やばい、よだれ出る。食べ声え、鳥取らんのかな。はい、ホタテ祭り開幕。楽しみじゃない？楽しみやね。元気ないね。糸落ちれへんかったから元気ない人。はい。よし、開けよう。わあ、すごい、すごいんですけど。やばいんですけど。すごいんですけど、やばいんですけど。見て。でれーん。見えるかな？大量のホタテですか。ほんまに嬉しい、やばい。ほら見て見て、やばいな。よし、これを今から、むく人と掃除する人にする。
オッケー。うん、開ける人、お母さんに教わった通り。わかる？さっきな、わかるよね。ボールもう一個いるんだ。おー、すごい、めっちゃ綺麗に外れるかな。この貝柱と、うんうんうん、この紐に分かれて、うん、この汁ほんまこぼしたくないわ。絶対こぼしたくない、気をつけて。これをここに入れると、うん、そうしよう、こういう感じ。うわ、めっちゃ締まった。今見てなかった、パクってされたカチッて言った、言った。はい、無理と思うけど、来年もその値段で買えるみたいなので、ちょっと送料だけかかっちゃうけど、ぜひ私も絶対頼むと思う。そうやな、うん、はい、できました。めっちゃ時間かかった。そうでもないか、2人で一緒にやったらすぐか。すごーい、やばない、たっくん1人5個もあるよ。あとこの肉厚なお刺身もあります。どうぞどうぞ。もうあれやで、私タクのも知らんからな。自分のやつは自分で育てよう、はい、うん、よいしょ。こんなことある、ちょっと言って、ここに置くか。じゃあ私まずはポン酢ちょっとだけ。こんなんな、調味料あんまりかけん方がいいと思う。じゃない、今ブリブリにかけようとさせてみよう。ではいただきます。見えるかな、ちょっと美味しいとここぼれたら嫌やから、あんまり見せられへん。もうそれ、うん、紐から食べる、うん、いただきます。入らない、ほんま、うん、ま、あげたいけどあげへん。いらない、やばい、今俺のやつ育ってる。あと4機しかない、つらい。ほんまやな、ゴギって言ってもあれやな、すぐじゃない、うら、ここテイストしか食べられへん。やばない、これ、ちょっとあれ、こんなに肩使わんか。うんま、ちょ待って、こすくない。いや、もうそれもたっくん、たっくん次第や。おー、ほんまや、うん、あ、やばい、これたっくん、ゴギじゃ足らんね、絶対ゴギじゃ足らん、足らん。刺身やめようかな。でもお刺身も食べたい。うん、たぶんそれ見てる人怒らないんで、そんなにいっぱい焼いとったら。うめえ、焼きすぎやって、硬くなるって。何味にしようかな、やばすぎる。幸せ、たっくん、たっくんそれほんまに早く食べてほしい。うっさいな、もう静かにしてくれ。俺は育てること楽しんでんねん。これです、ちょっとこれ、おおちんかな、ホタテの分厚さ、やばない。しかもこれ薄くとか切れへんねんで、やばない。普通やったら何枚も切ってな、ちょっとごまかしたりするとこやけど、今日は洗い物増やしたくないからっていう、それ、うん、ストレート、ストレート刺身、めっちゃうまだ、めっちゃ甘い、甘いな、やばい。どうしよう、何枚も切りたい気持ちにもなるわ。小分けにしたいからやろ、うん、ワンバイトをちっちゃくしたい。自分のワンバイトをうまく調節するしかない。でこの汁俺お米にかけるから、タレ成人やもん、タレがあったらお米無限食べる。うお、近所迷惑やな。汁がめちゃめちゃ美味しい。ほんまにやばない。ほんまにやばいよね。ホタティ風味がすげえ。一
1人700円でこの贅沢はやばすぎる。これ楽しいな。やばい、ほんまに。まあ、マンゴーかな。うん、食べてほんまにそれ。うまっ。ほんまに嘘じゃないの。やばない。うまっ。うまっ。身の部分も早く食べて。食べちゃっていいですか。うん。うん。うまっ。やばない、プリプリな。さっきうるさい言うたけど、うまっ。そう、真剣に明日もしたよ。真剣に明日もした。うまっ、うま。はい、ということでちょっと食べるのに集中します。みんな猿を過ぎたら直売所行ってこれやってみてください。最高。うん、最高。めっちゃ美味しい。お母さんありがとう。ありがとうございます。はい、これはほんまに美味しい。やばいな、ほんまに美味しい。